富士山の南側、のどかな緑と工場を広がる富士市の学内の駅からどもども、ここ端っこの駅なんだけど、いいね。 MMD の素材で配布されてそうな雰囲気。とにかく今日はそこを走るローカル線学南電車にそれとなく乗ってくよ。前々から紹介したかった東海工業地域を走るドラマティック路線、富士山に近いだけじゃない魅力がいろいろあるよ。それじゃあ乗っていこう。今回は左側緑色の電車に乗っていくよ。右側の赤い列車の紹介は後でするね。車両の特徴を考えると、こっちの方に乗りたかったけど仕方ない仕方ない。ビープ音チックの発車メロディーが流れ出したから早く乗ろう。事前に吉原できっと分かってるよ。一日フリー乗車券、これで乗り通す。じゃ、学内のを発車。そろそろ説明に入ろう。学南電車は学南江能と吉原を結ぶ 9.2 キロの路線。富士山岳の南を走るから学南電車だよ。線路自体は1936年から日産が使っていたものを使い回している感じ。それから東海工業地域の貨物を充実させるべく1949年に学南鉄道が運営スタート。もともとは人を乗せるのがメインというより貨物に重きが置かれていた路線なんだよ。それから最初は3キロ程度だった路線はじわじわと学内江能の方まで延伸していって、富士山の豊かな水を使った製紙パルプ工業とかを支えられてきたよ。でも静岡県は車文化、徐々にトラックや車での輸送にそういうのがシフトしていったのに加えて、それを見かねた JR 貨物が10年くらい前に学南鉄道との貨物輸送を廃止しちゃった。利益を考えるとしょうがないし、富士駅近辺にも工場はあるけど、学南鉄道にとっては2本の柱のうち1本がなくなったわけだから、大赤字で廃線の危機にとにかく経営がグラグラしていたよ。だから学南鉄道から鉄道の部分を学南電車として分社化させたり、あとは夜景電車とか夜の工場の中を走るエモい電車を走らせてみたり、大きな柱は失ったけど立地を生かそうと奮闘して観光需要を狙っている路線だよ。分社化以降利用客を増やしてきたけど、それでも持ち直すのは簡単じゃなくて、富士市から補助金をもらいながらなんとかギリギリで頑張ってる状況だよ。そんなけなげに頑張る学南電車、9駅あるうちの6駅が無人駅。よく見るとあちこちに有人駅から無人駅になったっていう痕跡がうかがえるよ。いろいろ頑張ってるし魅力もたくさん。乗ろう。吉原駅からぐわんと伸びてるからそこで乗り換えてね。東田五の浦から北に30分歩けば学南江能から乗れるけど、普通に吉原から往復した方がいいよ。バクちゃん公式 Twitter アカウントも言ってた。一日フリー乗車券は有人駅でだけ買えるって意味でも有人駅の吉原からの乗車がおすすめ。一日フリー乗車券についてちょこっと解説ね。一日フリー乗車券は学南電車から出されてるこんな感じのフリー切符。前までは曜日別で値段も異なってたけど、それは一つにまとめられたよ。ご休日大人410円はさすがに無理があったのかも。今でも全線往復で乗り通すよりは楽で安いし、何より IC カードで買えるのが強み。この路線 IC カードでは乗れないけど IC カードは使えるよ。IC カードじゃ乗れない、かっこ乗れないとは言ってないみたいなややこしいこと言っちゃったから整理すると、 IC カードそれ自体は乗車券として使えない。つまりトイカとかでピピッと通ることはできないけど、 IC カードで乗車券を買える、つまり券売機で切符を買うときトイカとかが使えるってこと。その券売機は有人駅の吉原にしか置いてないからちょい注意。まあだから乗れないけど使えるって表現が一番しっくりくるというか、とにかくローカル線ながらも珍しく一応キャッシュレス化が進んでるのは確かだよ。さて次の駅は学南富士岡駅、車庫がある駅だよ。そこには今現役の車両の車庫だけじゃなくて学鉄を支えた貨物列車とかの車庫もあるよ。そこは学鉄機関車広場といって学南富士岡駅の副駅名にも含まれているよ。富士山の麓で90年以上前の機関車とかを無料で見ることができるすごい場所だよ。もちろん今の学南電車を走る車両も一休みしてるから旅の息抜きにでも、学南電車で運行されている車両についても説明しなきゃね。まず一つが7000型京王井の頭線の3000系の中間車を1両で運行できるよう改造した車両。
1996年に東急の中古車を置き換えるためここに来て、今年でこの路線では26年目になるよ。初めは3編成いたけど、分け合って今は2編成だよ。それと8線型、今乗ってる車両だね。ガクちゃん、かぐや夫人って愛称がついてるよ。これは2両1編成、車両自体は7線型と同じで、京王3000系を改造したものだよ。今は日本夜景遺産に認定されている夜景電車の車両にも使われているよ。この2種類の車両で、もともと走っていた旧東急5000系、もとい5000型を置き換えたよ。それともう一つ、9000系って車両、学内の駅で休んでた方だね。これは転換クロスシートの車両で、2018年に導入された学鉄の最新車。これも京王線の送る、京王5000系なんだけど、京王から直接の譲渡はされてないよ。京王から富士急行線に譲渡されたものが、さらに譲渡された、って感じ。創業70周年記念の車両は、2回の譲渡を経て導入された。そんな富士山の麓を走るのにうってつけのゴージャス列車デビューの陰で、引退した車両もいるよ。それが7002型。これが、分け合って、引退した車両。この車両の引退は、9000型の部品取りに使われたことによるよ。今貨物の後ろにいるあれだね。今は学南富士岡の車庫でゆっくりしてるよ。ところで車両としては、7000型の方が9000型よりも新しいよ。要は、1971年くらいの車両を1969年の車両で置き換えるという、すごいことが起こったよ。さて次は稲駅、かぐや姫の聖地と言われている場所だよ。かぐや姫っていう地名もこの地域にあるくらい。ところで、富士に伝わるかぐや姫の話は、普通のかぐや姫の話とはまあまあ違うよ。普通は、沖縄が切った竹から生まれた姫が、男を振りまくって月に帰る、って話だけど、ここの物語は、熱心な一人の国士の恋を姫は断り、富士山に帰っていく。国士はそれから富士山頂に登り、かぐや姫と再会するも、姫は天女になっていた。悲しくて国士は、山頂にあった池に身投げする、っていう、悲しいストーリー。それからかぐや姫は、富士山のご神体だと言われるようになったよ。広く知られている物語と比べると、富士山要素がかなり強くなってるよね。ちなみにひなにはかぐや姫って地名以外にも、竹取公園って公園があって、その伝説がひしひしと伝わってくる気がしてくるよ。天女になったかぐや姫のためにも、ここはもうちょっと丁寧に、が、なんでもない。ガクちゃんかぐや富士の車両愛称の改修をしたところで、次は学南原だ。貨物が行き交う場所として栄えたここも、今となっては静かな無人駅だよ。ところでこの学南電車、今でこそ学南への止まりだけど、昔はさらに東に線路を伸ばして沼津まで延伸させたり、あるいは西に線路を伸ばして身延線の入山瀬って駅まで延伸させる計画もあったよ。その当時は貨物輸送が全盛期の頃だったから、輸送を効率的にするという意味ではうなずける。それで認可まで受けたけど、この夢は資金繰りの観点から叶うことはなかったよ。駅を設置する構想まであっただけに、ちょっと残念。ただ貨物メインの路線で貨物が廃止になったのに、学南鉄道線が廃止になってないっていうのはちょっとすごいことだと思うよ。例えば同じく車に主権を握られた東武大谷線、近いルートの開通でお役御免になった新越線、どっちも貨物が大きく路線の命運を分けた、そんな路線だよ。学南電車もかつて貨物のための延伸が考えられたくらいにはそれメインだったけど、旅客輸送になってもなおだいぶ検討してるんじゃないかな。言われてみれば、こんな工場の近くを走り続けるローカル線、唯一無二だもの。富士山スチームラインって愛称をつけたい。そんな富士山の南を走る学南電車、とある会社のグループに属しているよ。それは富士急行、富士山の南の学南電車に対し、富士山の北、山梨を走る路線も経営してる会社。富士急、地味に富士山を南北ともに統一してるんだよ。強強号。さっき言った京王5000系、弦学南9000系の譲渡はこの関係もあってなのかな、って思ったり。お互い関係にすってしてる会社ってわけでもなく、2社はちょくちょくコラボしてるよ。例えば富士山の日、2月23日にはコラボで富士山の日コラボ入場券セットを売ったり、他にも京王5000系絡み、縁起のいい駅絡みとかでもコラボをやってたりするよ。あの山の向こう側にも親しい仲間が走ってるって考えると、とてもロマンあふれる路線だと思う。さて次は本吉原、学南電車の会社の最寄り駅だよ。なぜ本なのか、それはこの駅がもともと吉原駅だったから。60年以上前、今の東海道線の吉原駅は鈴川駅っていう駅だったよ。おそらく地名由来。それでその駅は元吉原村っていう村にあったんだけど、1900
1955年に合併が起こり、鈴川駅が吉原市に属することに。それを受けてか、鈴川駅は吉原駅に改称して、元からあった吉原駅は小吉原駅に改称。そんな合併が生んだ駅名改称だよ。今や吉原市は富士市に合併されてもう消えちゃったし、その2駅どっちの所在地にも、吉原、馴染まないけど。そんな本吉原、例の縁起のいい駅に抜擢されたけど、それ以外にもう一つすごい実績があって、それが国の登録有形文化財に認定されているってこと。なんで登録されたのか。70年以上前の駅開業時に作られた独創的なフォームが残っていたから。その積まれた石の様子や弧を描く屋根といった色褪せぬ美しさが登録の決め手になったよ。この本吉原駅のデザインは最初期から決まっていて、他の駅にも広がった。そうした意味でこの駅はとても価値のある駅だということになったよ。次は吉原本町。たった300メートル走るだけで到着する。路線内で一番駅間距離が短いゾーン。最初期の開業区間は吉原、当時の鈴川駅からこの吉原本町までの区間だけだったよ。そこからも元々が専用線だったという経緯がなんとなくわかる気がする。コトンと今では旅客輸送メイン路線な、そんな学南電車。窓口で乗車券を買うと懐かしき光景をもらうことができるよ。それはフリー切符も同じで、窓口で買うと貢献のものがもらえるよ。券売機だとペラ紙の切符になるから、貢献式はぜひ窓口へ。コミショーだからといって恐れる必要はないよ。多分その貢献は使ったら終了じゃなくて、ガチャガチャやつかみ取りにも再利用されてるよ。例えば吉原駅のガチャは使用済み貢献が10枚入りで100円とものすごく安い。古き良きを100味わいたければガチャに100円課金するのもいい選択肢かも。で、次はじゃどこ前。前までは日産の工場があったから日産前って駅名だったけど、その工場がじゃどこ株式会社に引き継がれたのを受け、それに応える形で駅名も変わったよ。工場引き継ぎが大体23年前、改名されたのは17年くらい前だよ。このじゃどこ前、爽やかな富士西地点の最寄りだから、ぜひ降りてみてね。富士より西で食べると、待たなくていいから楽。あとスマルテっていう静岡限定のお蕎麦屋さんの東富士店もこの近く。静岡西部メインの爽やかと違って静岡東部メインのお店だから、爽やかだけじゃない静岡グルメが食べたい時には訪れてみてね。スマルテ。さ、次の停車駅は終点の吉原だね。東海道線との接続駅。この駅間だけで 2.3 キロあるよ。全体の1/4。そういえばさっき東田子の浦から歩いて30分で行けるって言ったけど、昔は東田子の浦と学南への王を結ぶバスをお試しで走らせていたみたい。学南電車と合わせて使うと実質無料になるという平日朝晩限定のお得バスだったよ。車社会の解消や通勤通学の改善、それに渋滞をどうにかするのを狙いとしていたけど、いかんせん利用客が少なかったみたいで、そのまま廃止になっちゃったみたい。車社会の地域には駅同士を結ぶシャトルバスでは厳しかったのかも。どんどん南下していって、ここで東海道新幹線と交わるよ。そう、東海道新幹線と学南電車が交わる場所はもう一つあって、それが学南への駅らへん。東海道新幹線の下り線ではそこで頑張れば車両が見えるかも。学南へのチャレンジと言われていると買えないとか。下り線、新富士、名古屋方面に乗るときは進行方向左側、富士山の逆側に注目だよ。線形が良さげな区間だから写真を撮ることはもちろん、目視するのも難しめだけど。それからしばらくして東海道線と並走、吉原駅近辺、富士駅もだけど三輪線路がたくさん並んでいて、貨物の中継地点だったということが伺えるよ。富士市の中心地からは離れているけど、ここだけ切り出せばターミナルみたい。シラスの名産地、駿河湾に面する港、田子の浦港が見えてきたら、もう吉原。海も見え、工場も見え、山も見え、いろいろバラエティに富んだドラマチック路線。そんな良い路線だから、ぜひぜひ乗ってみてね。場合によってはヤバさが銚子電鉄並みだったりするかもしれないから。最後は絶滅危惧種になった、角栓の内側から。鉄道旅的にもグルメ旅的にも美味しい路線だから、フラッと静岡地区に深みを増すって意味でも訪れてみる価値はあるよ。じゃあまたね。